戦国時代の瀬戸内、かつてこの地に実在した最強の海賊村上武義。その血を受け継ぐ一人の少女。初陣の笛、武義さんが息子影近に渡した笛なんよ。楓のご先祖村上武義よね。三人で持っとこう。へな、仲間の印。何が仲間や。村上水軍の財宝なんかあるわけないやん。お父ちゃん、お宝見つけたらフェリー直しちゃうからな。子供が心配すんで。老朽化したフェリーを直す資金がないんです。どうしたらええか。時には無茶して途方に暮れんのもいい。時には無茶せん。そこには希望もない。島を救うため海賊の子孫とその仲間たちの冒険が今始まる。宝の島は絶対にある。瀬戸内海賊物語。